ブレイトゥーザー。はい、どうも、お初にお目にかかれます。地球上のすべての生きとし生きるものの嫌われ者、キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきます。タイトルこちら、フィンチ家の奇妙な屋敷で起きたこと、動画音数的に言うと8本目ということで、今回もね、頑張って実況の方をやらせていただきたいなと思います。で、自分ですね、実況っていうね、形でもってやらせていただきたいなと思っておりますので、この通りですね、ぶさぼうな上に滑舌も非常に悪いので、奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださってる方の中で、そのせいで非常にね、ご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこはどうか、長い目でね、ご容赦いただけたら幸いかなと思います。ぶさぼうぶさぼうなりに一生懸命頑張って、実況の方ね、やらせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。で、今回ね、やっていくお話なんですが、前回ですね、ちょっとね、ルートがあれ違うのかなと思って、ちょっと前回ね、ちょっとグダグダ回になってしまったんですが、一応ルート的にはこっちをね、こう突っ切っていく形で合ってるっぽいんで、今回ね、ちょっとこのまま突っ切ってね、やっていきたいなと思います。これね、前回からかな、前回の時にちょっと触れたんですけども、一応ね、報告させていただきたいことがありましてね、今回8本目なんですけど、6本目ですね、6本目の時に、ちょっとね、BGM 関係で、ちょっと著作権の引っかかってしまった、経緯がね、ありまして、なので前回、つまり7本目ですね、7本目からBGM の音量をね、ゼロっていう、ゼロにして、ちょっとプレイの方ね、させていただくっていう形に、やらせていただくことに決めました。本当にね、申し訳ないんですが、まあね、編集とかね、できたらいいんですけど、ちょっとそういうのできないのでね、なので、BGM の音量をね、ちょっとゼロにする方がいいかなということで、前回からね、そういう形でやらせていただくということで、今回もね、そういった形、BGM をね、の音量ゼロっていう形でもってね、やらせていただくことになりますので、そこだけね、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。では、もしよろしければね、最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。では、早速やっていきたいなと思います。いきます。でも、それは長く続かなかった。ここはあれですかね、いわゆる、そうですね、子供たちの勉強部屋っていうか教室みたいな感じになってるのかな、これは。うん。ねえ。イーリスって書いてあるね。うん。ガスとかモリーとかね、いろんな名前が、スベンとか書いてありますね、サムとかね。うん、ここにもね、イーディスとかそのキャラクターの人たちの名前がこう書いてあるっていう。特にないんですよね。うん、ないですね。じゃあ、行きますかね。おー、何？終わりの始まり、イーディが白プレゼントしたミルトンの10歳の誕生日だ。After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. こういうの見ると、ちょっと、レイヤーズ・オブ・ヘアを持たせてしまって、ちょっと、そこはかたない恐怖を覚えるんですが、大丈夫よね。うん。OK です。ではね、行きましょうかね。はい。どうすればいいんだ？あ、こっから行けばいいのかな？ふぅ。ああ、すごい。模型が。なんだこれ。町？公園とか町の模型ですね。建築家志望だったんかな。これミルトンさん、いますか。いや、いや、一緒と、はあ、ぽいですね。
もういいですね。なんかこういうの秘密基地みたいでね。次これ塔かな。でこれ魔法の、え、ちょっとごめんなさいね。魔法の絵筆。Milton Finch in The Magic Paintbrush。 Milton Finch。 ちょっと何、え、ちょっと難しいよこれ。何これ、あ、こうすんのか。すげえよくできてるな、魔法の絵筆。これゲームですからね、これすごいっすよね。ゲームの中でパラパラ漫画を楽しむことに、体験することになろうと。ミルトン編。I was four when Milton disappeared. ミルトンが消えた時、私は4歳だった。なるほどね。了解です。では次ですね。これですよね。いや、あ、こっちか。Mom spent months searching for my brother. 母さんは何ヶ月もかけて彼を探した。そしてドアを封じた。じゃあ行きましょうか。こっちですね。ああ、こっちこっち、そうそう、こっちね。Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. 見つけたんでしょう。母さんはそれを封じ込めようとした。なるほどね。Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. ルースは自分を責めたと思う。 After he graduated, he just spent more and more time in his room. 彼はますます部屋に閉じこもった。 Until Mom got him a job at the cannery. 番組工場の仕事を見つけてくるまで。ここにもある。よいしょ。 Everyone always told me to stay out of Louis's room. 誰もが私にルースの部屋に入らないよ。 Except Louis. ルース以外は。ほどね。よっしゃと。よっしゃ。ではね、行きますか。く、くってなんだ。ごめんなさいね。くって何ね。こっちかな。こうですか。すげえな、これ、ボートか。いや。おぉ、閉めるな。いや、よいしょと。Louis's room smelled very, very familiar. ルイスの部屋は懐かしい匂いがした。彼のその部分は引き続けていた。了解。すごいね、いいね、こういう部屋かっこいい。面白い。なるほどね。Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. よく死んでたっけ。ギク、耳が痛いですな。今自分でちょっとワクチン耳に痛いかな。これは
あ、手紙だ。ほう。Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to. Wander. さまよい始めました。なんだ？ちょっと何これ？ちょっとこれ怖いよ。うわ、まだ来るのか。ちょっとこれいつまでやんのこれ。ちょっと何これ。I asked him to describe it. 説明してくださいと頼むと、He said he started small. 小さなところから始まるんだと。魚がさ、すげえんだけど。迷宮を、想像してすごい、うざいな。魚がうざいんだよ。このさ、魚のバスンってのもいいって嫌なんだけど、えぐいんだけどさ。He'd feel his way about.周りを探ってみる。ちょっと何これ、どうなってんの？急になんか、something moved. 急になんかドラクエっぽくなってきた。すると何かうごめく、コウモリ。何これ。着替えるなんだろうか。これ動かせないのか、こっちか。おお、なんだ急に。ボスキャラ？武器の魔法の名前。そして名がないもの。He knew it was all in his head. すべて自分の空想だと知っているの？すげえよく言ってるな。But he took it very seriously. 彼はそれを真剣に受け止めました。I had hoped he'd find himself. 自分を見つけてくれればよかったんですけど。この魚マジでうざいんだよ。もういい加減にしてくれ。もうめんどくせえこの操作。これいつまでやんのこれ。この魚切るの。もういいよ。それ以上のものを見つけてしまった。あ、今度はなんか視点が急にあれになったな。ちょっと実体的に。その、Daydreaming at the cannery. 安全工場でも悪夢を見ているんですか。こっちには行けない。なので、こっちへ行って。ちょっと行けないんですけど。けないやんけ。ジャンプできるかな。できるかね。何？ちょっといけないんですけど。階段がさあるんだけど。ちょっと待ってマジでいけねえや。ああマジか。いけないんだよね。安全工場だね。I spoke with his boss.
見てるんですから。お、ここ行けるのかと思ったら行けないんだよね。でジャンプできるのかと思ったら行けないんだよね。彼の上司に経営と相談しましたが、うっそ、これ合ってるのか。いや、なんか書いたんだよね。何？これ出れないし。マジか。やばい、積んだか。急に分かんなくなった。何これ。ちょっと積んだのか。なんか操作できないよね。ぶっ壊すとか。彼の上司に相談しましたが、But he said Lewis had become a model employee. ルイスは模範的な従業員だ。Methodical, tireless, focused. 正面で集中していると。こっち？だね。Like a whole new Lewis. まるで新しいルイスになったようだと。So I let him go on.それで続けさせてしまいました。ルイスは何だった？あ、出てきた。 I even encouraged him. 彼を励ますことをさえしました。 It seemed very promising at first. 当初は、前途が明るく見えたもので、 He told me he'd made a new friend. 新しい友達ができたと言っていたのです。On the edge of a city, he named Lewis Topia. ルイストピアと名付けた都市の片隅で。うお。何気に黒いんだよ。Brick by brick. 夜は都市をゆっくりとレンガ。Then he made musicians. レンガ、レンガ一つでできるミュージシャン作り上げた。何あれ、敵？And songs for them to play. さらに彼らが、演奏する音楽までか。He talked about starting a band. バンドを結成する話をしていました。And he was always humming something. いつも何か鼻歌を歌っていたことも。Every day his imagination grew stronger. 日を重ねるごとに彼の空想は強まりました。なんか違うゲームやってるみたいな感じで、もう完全に工場で口を聞くことになった。 But his chopping was as reliable as ever. 魚の切断に関してはこの家だと頼りになった。 Then one day it struck him. そんなある日彼は気づいたんです。 That all the cheering crowds, 周りで歓声を見る群衆が彼の足元にある好き were all in his imagination. すべて自分の空想でしかないの。So he could do whatever he wished. ちょっと待ってください。これ見えない。それなら何で好きなことをできるじゃないか。すげえ。He held an election for mayor. 彼は市長選挙を行いました。And he won. そして当選しました。マリオか。They begged him to stay.But his mind was already wandering. 彼の意識はすでにさまよい始めていた。 It became a game for him. 彼にとってそれはゲームになりました。すごいね。 He'd conquer a city, then immediately push on. 都市を制すると。 New Louisville.ニュールイストピア。セント・ルイス。セント・ルイス。He started drifting away from our reality. 私たちの住み、現実から遠ざかり始めていた。まずいな、それは。まずいな。ミネアポリス。ミネアポリス。Until one day he forgot to go home from the cannery.ついにある日、彼は工場から来た。Even as his mother pleaded with him, part of Lewis could say more. ルイスの気分を聞いている。マ
長い、長いですね、この人。この人のシナリオはちょっと長いな。In Lewisburg, he heard rumors of a 魚が来るっていうのはね、ルイスバーグと言いまして、ペンギンさん、美しい男と、みんなは女王と。Handsome queen. どっち言うんだ？こっち今？もうすげえ。うわー、すごいな、これ。綺麗。すげえ綺麗だな。The queen was on her own quest for 女王は彼冒険か光輝くの地を探しているという。Radiant rainbows。 長いぞこれ、結構結構長いよ。なげえよ。He followed the sound of her. この人なんだけど、ヘラジョーンの出す音を銀のハープをたどった。 Silver harp。 魚が本当にうざい。邪魔ですよ。His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. そんな時も彼の目をきちんとしていた。まだやんだ。あの人についてきなさい。He knew the world was all in his imagination. これらの世界は想像のたまものだと分かっていました。ちょっと魚がさ、めっちゃ増えてんだけど、で急になんか画面が、But he was so proud of having created it. しかしそれを作り上げたことは誇りに思っていた。In his own eyes, he'd become something greater than a king. 自分の今や国王以上の存在でした。そんなわけないだろ。そんなわけねえだって言っちゃいけないの。すごいな。Someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. プレッシャーだったかもしれません。And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. 黄金の宮殿に通ずる階段を自分だと気づいたと。どっち側から行けばいい？そうなるのかな。この人長いね。My imagination is as real as my body. 自分の想像は自分の体と同じくらい本物なんだというの。It was hard to argue with him. そんなけねえだろ。これには反応してる。お、終わったか。終わった？長かったね、ルイスさん。なんでこれ血？うわぁ、これ血か？おい。うわぁ、怖い。なんだよ、急にホラーテイストやめてよ。ホラーテイストぶっ込んだけどやめろ。彼は私たちの知るこの世界を忘れ始めました。ああ、もうそうなっちゃったんだね、ルイス。おぉ、なんだ？I think it pained him to remember Lewis. 完全高度の次元でルイスを思い出すのは苦しかったようです。なんかこう匂いがすごい漂ってきそうな感じですよね。ドラゲットにすごい迫力があるというか、リアルにすごい。彼はその人物を敬遠して敬遠するようになりました。あ、ルイスさん、こんにちは。ルイス・フィンチさん。で、次はルイス・フィンチさん。I still thought I could save him. ああ、それでもまだ彼を救えると思っていました。Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. 全てのお納めることになったと聞いても。おお。The palace would be packed with his companions. 宮殿の中まで死ぬというか。
すごい。妄想と現実がこう入り乱れてる感じなんですね。including the wise calico who'd insisted on inviting him。中には助言しようと言い張った賢明な未経験の姿も。すごい。なんかこういうゲーム、元からこういうゲームって感じですね。全然違うんだけど。お、こんにちは。あ、どうも。おお。His queen waited, holding his 彼crown. の王冠を持って女王が待機している。 There was only one thing left to do. あとすることはただ一つ。妄想の中に生き、妄想の中で死ぬか。Bend down his head. 頭を垂れること。おお、これギロチンか、おい。うわ。And the rest, I think you know. この後残りを Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. 見直しにいい人でした。心からお悔やみ申し上げます。ああ、なるほどね。My brother was really cool. 私の兄さんはかっこよかった。会ってほしかったな。というわけで、そうですね、まあ、気にも良さそうなんでね、今回この辺でね、終了させていただきたいなと思います。いやー、なかなかショッキングな終わりでしたね。結構、やっぱあれですね、現実と、妄想をこう、分かりやすくね、こう、ああいう形でもって演出するっていうのすごいな、ありそうでなかったっていう感じがして、自分としてはすごくね、ごめんなさい、何言ってんだ。自分としてはね、すごく新鮮な感じがしてね、すごく楽しいなと思いましたね。今回の流星は、ちょっとね、長かったような気もするんですけど、なかなかああいう、こう、パラレルな感じっていうのは、この作品、このゲームのね、一個の側面としては楽しめる一つの色、色彩かなと思うので、すごくね、また、このゲームの別のね、楽しみを、体験することができたような気がして、すごく良かったなと思いましたね。はい。また次回がね、楽しみですね。で、ジムさんはこれ以外にもシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、で、あとの不定期なんですが、ニコルメ YouTube、Twitch 等でブロードキャスト配信させていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画アップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております。Twitter 等でご報告、させていただいております。毎回動画説明欄ですね、自分がやらせていただいております。各種 SNS の URL をリンクっていう形で持って貼らせていただいております。お気の方でも気になりましたら構いませんので、もしよろしければぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で自分みたいなのもいいなと思っていただけたらね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回、小小生キモイマン37がお送りさせていただきました。フィンチ家の奇妙な屋敷で起きたこと、動画の数的に言うと80本目ですね。これで終了させていただきたいなと思います。で、自分ですね、こういったシリーズ動画ですね、出させていただくときは、毎回2本ずつ出させていただいておりますので、次回は9本目あるいは10本目ということでよろしくお願いいたします。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、あるいは別の動画にて、皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。